はい、こんにちは。今日はこちらですね、3月8日締め切りの 1,2 年生の講室からやっていこうと思います。こちらの文章なんですが、これねちょっと読みにくいんですよ。多分ここで丸が本当は入るような感じの文章ですね。多分マスの感じで丸が省かれてるんだと思うんですが、まずちょっと 1,2 年生なので鉛筆のねちょっとお話から軽くしていきます。ここを見ていただくと先ですね、このねこういう風にスパーンってなってるこの状態はすごく良くないです。使い方が同じ方向でずっとこう押されてるような状態っていうのは、これ使い方がちょっと違ってしまってますね。でこちらの状態になるように書いていただきたいんですが、もしこうになっちゃった場合はいらない紙にぐるぐるっとこうやってやりながら丸くしてから使いましょう。で、こういう常にこういう状態になるように書きながらこう回していくような、ちょっと持ち替えるようなところがあるといいですね。はい、でその持ち替えるタイミングなんですけど、字の途中でやると結構急に細くなったりしやすいので、字に違う次の字に移る時とかがいいかなと思います。ではねこちら書いていきます。はい、歯とは歯ですね。中心線今日ねちょっと引いてみました。まずこちらからぐーっと始まりは優しく、この辺りが強くなるようにしていってギュッと止まったらスッと抜きます。これまだまだね多いですよ。これがこうギュッと入ってギュッてこの状態のまま跳ねてる子は結構多いんですが、細くなるようにもう全然力入れてないです、ここね。でこの跳ねるっていうこの先には必ず次の角がこう待っているようにします。でこの時もここは優しく入ってますね。こういうところが出るといいなと思いますけど、こう次は早めに曲がってここで一回ちょっと実際はこうそのまま行くんですけどね、ちょっと離してみると位置関係ちょっと確認してください。棒に対して下浮いてますね。このぐらい浮かせておくこととってことはこう横にこうスライドしてます。このままずっとこうグーッときて最後ちょっと上にキュッて上がってる状態ですよね。ここほらちょっと上がってますよね。上がった状態で止まること、そしてここからへを描くようにこちらがこうキュッとちょっときたらこちらが長いんですよ。こういう感じでそうするとよくね綺麗にいくと思います。はい、次とです。とはこちら向きで入ったら下にスッとこんな感じです。でここからこうジャンプするように遠くへ遠くにジャンプ、ここ強いとこですね。強くギュッと入っといてここからこういう風にあんまりふにゃふにゃしない方がいいのでギュッと止まってください。止まって一気に横へ行こうとするといいです。これ迷うとどうしてもここふにゃっと しやすくなりますから、その辺はね迷わずに行けるといいですね。そのためにも止まってる時にちゃんと行き先を考えてそれからスタートしましょう。はい、もう一度歯なのでちょっと先ほどの復習ですね。こういう感じできて全然力を入れてるっていう感じはないです。人という字ですね。真ん中のちょうど中心から入りますけど結構直線に近いなっていう印象あると思います、ここね。で下のライン見てください。ここ揃えるようにくると綺麗ですので、ここがこの線がねこうにあんまりふにゃっとしない方がいいですね。ギュッと入ったら横へ進むような感じで、こう初めからこう行きましょう、横へ左にね。でちょっとまた下が随分長いような感じ、あまり下の方にこう接続するっていうよりは結構上のラインからこうストンと下ろして横へ、
このストンって下ろしたこの時に同じ高さであると綺麗です。でこちらの方が下がっても構いませんが、上がることがないように、上がってしまうとなんとなくこう落ち着きがねなくなってしまいます。二角でできてるこの感じなので、最終角は必ず下がり目がいいですね。はい、この中だと結構難しいと思われがちなこの間という感じです。一画目の長さが結構重要になります。なぜかというと、ここに上がっていきたいですよね。左に対して右側って上がっていきたいんですよ。で下のラインっていうのは下がった方がいいです。同じかやや下がり目かっていうところを目指したいので、ここ長くしすぎると今度右はもうちょっと長い方がいいかななんて思ってしまいますので、ここのマスがある場合はね、そういうところを見ておきます。一画目ちょっと余裕を持たせるぐらい、両方ねここもここも開けとくようにしといてください。でこうに来てこうですね、右上がり、横の線は必ず右上がりの調子でこういうふうに持っていきます。そしてそれに対してここ見てくださいね、ここよりも低くならないようにここを打ち込むことです。五画目ね、五画目がこのちょうど延長線上にあると綺麗です。なぜかっていうと次もこういうふうに上がっていくので、でこういうところの折れの部分しっかり、あまりガクンって落としすぎなくていいんですが、キュッとしっかり止まっといて、そこからちょっとこう反るような感じ持ってくるといいです。キューッと。で跳ねる時っていうのはちょっとだけ内側に向かせてあげると、毛筆の時もそうなんですけど、ここを向かせてあげといてこうに来る方がここはやりやすいかなと思います。でいつもこの真ん中にこう入れる棒みたいなものって少しね下がり気味だとなんとなく悲しい表情になっちゃうので、真ん中よりちょっと上を目指すような感じにした方がなんとなく表情明るくなりますね。表情っていうとなんかねあれですけども、なんとなくじってほら顔のような感じに見えたりするじゃないですか。これなんか特にね、そう、またとですね、キュッと入ってここ強いところ横にスライドさせてください。ちょっと早めに切ると綺麗です、ここ。はい、おです。おはなんだっけ、習字でやったかな、3年生の書き初めでおがあったかな、お正月とかありましたね。あれと一緒なんですが、キュッとここ少し柔らかく内側にこう持ってきてあげると、ここの結びが綺麗にいきます。それから最後こう上がってきてくださいね。上に向かって点を最後打ちたいので、最後はこう抱え込むように、ラグビーボールのようにこう抱え込んでますね。で、ちょっとこのライン見てください。同じぐらいかやや上がり目でもいいですね。おは何回か出てくるかな、あ出てこないですね、これだけでしたか。そう、ただね、結びのある字っていうのはやっぱりこう少し押さえておきたい部分はありますね。この次に出てくるこのなのこの結びの部分も少しね、内側にキュッてこういう動きがありますから、ちょっと似てる部分はありますので見てください。まず真ん中の、あ、ここじゃない、こっちで、真ん中のライン、ちょっとこのね線が薄いから中心線として書いてる私のこの赤い線の方がこういうぐらいなんですけど、こうして、真ん中、そう、横、ここ縦のね真ん中のラインですけど、横の真ん中のラインっていうのはここにある、ここにねこう見えないですけどね、あるんですよ。でこう上がって右寄りからこういうラインですよね、ここが長くなってます。右側はあまり出なくても構いません。で点の位置はだいたい三角形こうなるような感じで、でひらがなの場合こういうところの隙間が大事になりますからね、隙間をしっかり開けてあげて、こういうひし形のようなこういう状態に持っていきたいってことは、この部分が一番下になりますから、
点からこう来てキューッと来て内側にキュッと入ります。ここキュッと入ってもうほんとここの線のギリギリですけどね、入ったらこうちょっとこう行きます。そしてキュッとこの状態でいいですね。ちょっとここのね、あの横に少しこう S 字のようなこうキュッっていうこの内側のこれが入らないとどうになるかっていうと、こっからガチンって止まったらこうこうってなんかこうなんていうかな、かかし、かかしじゃない、こけしじゃない、なんだっけ、なんかそんなのありますよね、片足で立てるようなああいう感じになっちゃいますから、ちょっと安定感がねあんまりないかな。C です。 C はふっくらさせることと、こちらにこうね向かっていくんですけど、こう習字でもまだなんか吊り橋みたいになっちゃう子結構多いので、こうまっすぐ来てこちらにこうふっくらとここを開けてあげるんだよっていう、そんな感じで、で濁点の場合点の打ち方と位置しっかり近すぎないようにしましょうね。はい、あです。2画目はせり出しといて戻る、そうすると軸がずれません。で3画目の位置です。結構上の方だと思いますよね。この位置にして次直線ラインでいいですよ。ここあまりふにゃっとするとめんどくさくなります。わけわかんなくなることは多いですよね。でここのラインを下を揃えるぐらいだと思って目指してきます。ここね。で次が上にこう持ち上げてもらう方が失敗が少ないかなと思います。こう上に向かってちょこっと、上にちょこっと、あんまりこう横にこっちに開いていかないようにしておいて、でこの辺りをこういう風に目指して回ってきます。こんな感じでここに来といて、ゆっくりです。こう回るところ、急いで回らなくていいので、ゆっくりゆっくりこのカーブのところはね行きましょう。曲線曲がるところよりも直線の方が、まっすぐな線の方が早く勢いがあっていいところです。だから払いとかは意外とゆっくりだったりしますよね。はい、Cです。こういうところゆっくりで最後だけスーッて、こんな感じですね。はい、難しい方のOです。こちらこれは苦手な子多いかもしれないですけど、ここがチみたいにならなければいいんです。こっち左にまずキュッとね、この2画目はね、こここんなに左に来てるっていうところをよく見ましょう。これ結構下に下ろすだけの子は多いんですが、こっからこうに来ちゃうともうアウトですね。ここからだとどうしてもこうチみたいに書きたくなっちゃうんですが、こうならないように左にギュッと来て止まる。そしてここあんまり上に持ち上がらずにストンと落とすだけでいいと思ってください。落ちてくるだけ。そしてそこからトと一緒です。ピョンってジャンプさせたらここ迷わず横にスタートさせといて短めできる、ここですね。はい、左右、あ、これは、あ、左右、あ、違う右左、右という字はねこう縦ラインが先に来るんですよね。そう、これは覚えてない子ももしかしているかな。こう外形見てもらうとなんとなく右っていう字は横長に見えるはずなんです。で左っていう字はなんか三角形に見えませんか。これなぜかっていうと、1画目が右っていう字は縦から入ってここの線からここにつながるように書いてるんですよ。そうすると線の質、これはギューッとこうね、漢数字の3で言うならば3画目のあの長いこの線になるわけですよ。そうするとこう膨らんでくるのがこれ正解ですよね。それに対してこの左っていう字は1画目にギュッてくるっていうことはね、これがねこの横の線っていうのは漢数字の3で言うなら、1画目のあの短いやつですね。トントントンって書く、これちょっと大げさにすごく書いてますけど、キュッていう線、この一番上のね、
これに当たるわけですよ。ってことは短くて太くてっていう性質がありますよね。これに差をつけてこの2つを書くこと、そうすると外形も変わってきます。三角形みたいになるのか、ここ短ければやっぱそうなりますよね。でこれは2画目のここが長いわけですから、そうすると外形もちょっと変わってくるじゃないですか。でそのあたりねしっかりやります。右をまず書きますけど、真ん中ギュッと入れて左へスーッと行きますけど、次2画目に向かいたいからなんとなくこう上に上がっていくような感じで近いですよ。ここ近くのとここからこう横にギューッと、でここに口きますよね。口っていうのはこちら横の角がこう出てくるんですよ。っていうことは1画目のこの長さよりもここ少し上がった状態でこう終わってると綺麗にここがこうギュッと終わりますね。こっち側が出るっていうことで、縦が長いとここがねぶつかっちゃいますから、そのあたりをよく見ておくこと。そして左ですよ。左はキュッと上がる短くて太い線、それに対して上からさーっとこう来ますね。で次ここにカタカナの円みたいなのが来ますけど、キュッとしてこれここに漢数字の2のように見えますよね。ここねギューッとこういう線の組み合わせですよ。ここほらこの線でしっかりとこちら側を出してあげることで、この左のさっき払ったこれと三角形のこの関係がねできますね。こういう風にしてこの2つの違いをしっかりと覚えてしまうと、外形も覚えられるし書き順も間違えないし字の印象っていうのも覚えられるかなと思います。はい、次がね最後ですね。交互に歩く、はい、こです。こは上からこう柔らかく落ちてきたいんですよ。こういう感じでこんなラインなんですが、ただ単にこう膨らめばいいとか、すればいいのとか、そういう一言で言えないのがちょっともどかしいところなので、動きを見てもらうのが一番です。まずこちら向きから入りますけど、入りながら力を強く入れながら膨らんでから落ちてくる。これ短いこの線の中にいろんな要素が入ってます。こういうところを見れるといいですね。まあ 1,2 年生にちょっと難しいかもしれないですけど、こういう複雑な動きなんだっていうところ、もしできなかったとしてもそういうところを理解しておくことだけでもいいと思います。うです。うはこう来たら下からです。上がってストーン、縦長の字です。うっていうのはね、はい、ここにもう一回こうが来ますので動きよく確認してください。こういう風に来て、で次行く先に向かって跳ねるから横に行くような感じですよね。こうに来て受けてこちらに来ます。で点点、はい、2はこれ見ていただくとこう棒のある字、少しここをね先ほどのハとかと一緒なんですけど少し開けとく方がいいです。ってことは棒はちょっと長めでいいんだって思ってください。ただねマスいっぱいに書かなくても少し開いとくぐらい、これぐらいがいいですね。やっぱり漢字も出てきてるので漢字の方が大きく見せたいなっていうのもあるので、ひらがなは一番長いとこはどこかなっていうところと、それが分かったらマスのちょっとだけ余裕を持たせて書くっていうぐらいな、そんな感じでいいです。はい、あは先ほどもありました、キュッと来てせり出して戻る。せり出しっぱなしだと傾くだけになるので戻ってください。でキュッとここ強いところでまっすぐ来て狙い位置はここで上がってこう回る、ゆっくりで最後だけさっていう感じです。最後のさっていうのもやってくださいね。
これ硬質だからやらないとかだと、分かります。結構やってないで止まってる字っていうのは分かります。はい、ルーはここキュッとこうね、反る、ビーってまっすぐ引いた線とは全然違うので、キュッて反ること、クイッとこんな感じです。で次まっすぐでいいですよ。キュッとまっすぐ来て、次はつを書くような感じですけど、上に少しキュッと上がっといてあげるとこの結びが作りやすいです。トントン、はい、くです。真ん中の線よりちょっと右からキュッとこうねしといて、次の方がこうぐーっとね反るような感じ、こっちギュッと反ってくる。で長さで言うとちょっと長く見えるっていう感じの方が綺麗かなと思います。ここね、はい、それから学年だけ書きましょう。1、あ、ね、学年間違い最近なくなったのでこの書き方でいこうと思います。1年生、あ、でも未だに小1小2じゃなくて2年とか1年とか書いちゃう子がいるので、そこだけ間違えないようによく見てくださいね。それ間違ってるっていうことは見てないってこともね、なので気をつけましょう。はい、今月も頑張りましょう。